落石駅は、北海道根室市落石東にある、北海道旅客鉄道根室本線の駅である。電報略号は押し。事務官コードは11451。1978年の落石駅と、周囲約500メートル範囲。右が、根室方面。相対式ホーム2面2線、駅裏に副本線、駅舎横の釧路側に串状上の貨物ホームと、引き込み線を有し、 隣の別当が駅を180度回転させたような駅。白い冷蔵貨物車が2台留置されているが、ここも別当が駅と同じく次年度の貨物取扱い廃止を控えて、ストックヤードには貨物がない。中心地である落石漁港とは少し離れている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成駅名は アイヌ語の奥地市に由来する。山の尾根のくぼみとは、落石岬が本土につながるところのくぼみのこと。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。補線のための側線も付設されている。根室駅管理の無人駅。駅舎には待合所のみ設置されている。根室方面に校内踏切がある。2020年4月6日に JR 北海道が、 花崎線区間でのご当地弁当を楽しむ取り組みを目的に、茶内駅を発着する一部列車で以下の駅弁の出張販売を行うことを発表した。1日の平均乗降人員は以下の通りである。ありがとうございます。